はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。昨日の夕方ですね、池袋で、凱旋してまいりました。そしたら、偶然東口でですね、玉木代表が凱旋しとってですね、大音量でした。耳痛くなっちゃった。何言ってるかわからなかった、近くでは。ちょっと離れると聞こえるようなんでしょうけど、周囲でですね、そうだそうだ言ってんのが30人ぐらいいたかな。党関係者だと思うんですけれども、代表が来てますんでね。ミンミンは、タマキンはまともそうなんですけれども、ドパヨの川勝静岡知事を党として、支持していたりですね、党としてはまだ未知数っていうか、得体が知れないですよね。だから、もろ手を挙げて応援できない、恐ろしさがある。玉金はだいぶまともなんですけれども、やむを得ず、東口五差路という場所で凱旋してまいりました。池袋は埼玉県の首都ということで、らしいんで、川口のクルド人乱闘事件と NHK ドラマが偽装結婚で送還逃れを進める犯罪教唆放送してることを喋ってまいりました。コロナ明けのせいか若干涼しくなってきて過ごしやすくなったせいか土曜日夕方の池袋ものすごい人で、ここには映ってませんけれどもごっちゃごっちゃものすごい人いました。なんでこんなにカップルいんのに結婚しねえんだろうってちょっと疑問に思いました。まあ手つないで仲良く歩ってる若いカップル多数無数と言ってもいいな。なんで結婚減ってんだろう、なんで結婚しねえんだろう。ここで手つないでるカップルのほとんどは結婚前に別れちゃうのかな。なんて意地悪なおっさんは、そう思いましたけれども埼玉県民的には東京イコール池袋だそうなんですよ。そりゃ池袋でだいたい用事済んじゃうしねだそうです。というか埼玉県民とすら思ってない節がある。自分は埼玉都民って言ってる人いましたから、埼玉県民、郷土愛とかも多分薄いのかな。そういえば埼玉県って特殊で浮気率、日本一だそうであります。これは昼間はですね東京に働きに行って、夜帰ってくるなんて言うと浮かれちゃうらしいんですよね。東京の華やか穴、でだいぶ離れてて県も越してっからなんか開放感あるっちゅうか、浮気率埼玉県一番高いそうであります。何を嬉しそうに喋ってるんだ私は。東京五輪で初採用され主にパヨどもとそれに乗せられた情弱さんたちが文句垂れてた段ボールベッドなんですけれどもパリ五輪でも使われるそうであります。海外の反応、やっぱり日本が正しかったんだ、文明の進歩だね。木や金属で作るよりずっと環境に優しい。段ボールソファーも登場したし最近のトレンドだよね。作んのも リサイクル紙で作ってですね使用後もリサイクルに回せるっつう優れものだそうで、環境に敏感な外国人さたちには評判良かったであります。覚えてないですけど朝日や毎日はどうせこれも叩いてたんでしょ。段ボールベッドのこともどうせ叩いてたんでしょ。何でも金も叩いてましたもんね。お前らが作る紙の新聞の方がよっぽど環境破壊だっつうもんね。毎日毎日作ってるしね。毎日300万部朝日は、毎日は毎日何万部だろう、80万部90万部、そんぐらいだと思うんですけれども、押し紙で余計な部数もするしね。NHK 総合放送で、NHK 総合で放送された、つまり教育とか BS じゃない、オルメカ体操がひどい。なんか子供向けを装ってるんですけど、天国へパタパタ、蝶々さん、心臓ドクドク捧げよう、集団生贄200人、生贄たくさん見届けてきたよ。オルメカ体操ですから、オルメカって何のことかご存じない親は困っちゃうな、これな。当然のように非難合々でありました。
頭のヤバいやつが指揮してそう、話題にならんから炎上しようほう、こんなのに金払うアホの養分で制作しました。アホの養分で制作しました、不法滞在者偽装結婚ドラマとかとにかく狂ってんな、予算余ったら怒られるから金かけて番組作ろう的な、止めるやついなかったのこれ、金払ってるやつは、金払ってる人はよく考えろ、これが公共放送か、普通に教育に悪いわ、子供向き番組じゃないとこで放送されたらしいんですけれども、まあまあ、 あのポップで、出てる2人も、男性と女性、名前わかんねえんだけど、これ大丈夫なんですかねって疑問湧かなかったんだろうか。まあ、あの子供向けっぽい、のポップな体操、上野国立博物館で開催中のですね、古代メキシコ展特集番組の番宣だったみたいなんですけども、まあ、センスなさすぎだよな、これの、 あの番宣のための映像、オルメカ体操、古代メキシコって生贄しかないのがっつね、売りないのがっつ、マヤ・アステカの生贄文化をですね説明できる親ならまだしも、でオルテカ体操、オルメカ、オルメカ体操、でオルメカって言われた時点でピンとくる親ならまだしも、説明できるからね、できない親の方が多いんではないでしょうかね。 NHK の番組制作部はパヨッターばっかり眺めてて相当に感覚がおかしくなってんでしょうかね。伝統や文化の破壊がパヨの、 あの特徴ですから。視聴者の番組に対する苦情もですね、視聴者総局が受けてそこで握りつぶしちゃってですね、制作現場には一切届かないって中の人に聞いております。テレビを捨てて受信料を払わないっていうのが我々にできる意思表示であります。もう私も20年近くテレビないですけど一切困っておりません。日経新聞記事、岸田総理令和臨調で講演会、人口減少を踏まえ外国人と共生する社会を考えていかなければならないと発言、当然大炎上。ミニ経団連的な令和臨調は労働力輸入したい側なんでリップサービスしたんでしょうか。世論売国度きた、やはり移民で人口増加、川口市に行ってこい売国度、日本人減らして外国人を増やす自民党、日本人のために金出さんくせに何抜かしてんねん、それ少子化対策じゃねえじゃん、日本が日本でなくなる日も近いのか、こいつはフランスで何が起きてるかすら知らないんだろうな、お前それフランスでも言えんの、時代に逆行しとるわ。ヨーロッパではやっぱね、あの移民受け入れすぎてめちゃくちゃなってて、もうあの受け入れらんねえよねいう話になってるそうであります。ニューヨーク州、パヨの楽園ニューヨーク州でももうあの完全に値上げてもう入れません、席ありません、っていうの始めたらしい。まあ時代はそうですね、支持率からするとやめるレベルこれでも選挙に勝てるんだからやりたい放題、世界中で起こってることは多文化共生じゃなくて異文化規制なんだよね。文雄的にはですね、考えなくてはいけないイコール考えるとは言ってないなんでしょうけれども、考えるとは言ってないってね、言語明瞭意味不明瞭って言われた過去総理って誰でしたっけ、竹下でしたっけ、なんかあのはっきりと喋ってんだけど何言ってるか全然わかんねえっていうですね、竹下総理でしたっけ。経団連がかつてですね、労働者を毎年30万人合計1000万人輸入しろってあの政府に提言したときに、大手町の、経団連本部前でですね、10回以上もあの抗議凱旋かけましたけれども、経営者の連中ね、あの経営陣の連中ね、目先の安い労働者力に目がくらんでるみたいですけど、1、輸入した労働力をライバル企業も使えるので、自社だけ有利には全然ならない。そりゃね、あの安い労働力を自分の会社だけであの独占できたら、有利かもしれないけど、ライバル企業も使えんのよ。2、治安が悪化すれば、のんきに消費どころではなくなる。3、自分らの子や孫や、おいやめいが外国人労働者との競争にさらされる。で、低賃金になる。供給が増えれば。って理屈、わかんない愚者で、どうしようもないですね。
経団連です、何々会社社長ですなんつっても、この理屈は上がんねえんだもん。ばっかだな、自社だけ有利になりませんよ。他社も使えんですよ、それ。自分の子や孫、子孫が苦労しますよ。って理屈、上がんねえんだもんね。お前らが、子孫が、お前らの子孫ね、永遠にですね、経営者側でいられる。安い労働力を輸入して、恩恵を受けられる側にいられる。わけないじゃない。そんなわけないじゃない。本当に愚かだな。医者の息子が必ず医者になれる。そんなわけないじゃない。弁護士の息子が必ず弁護士になれる。そんなわけない。議員の息子は議員になれませんよ。全員は。立憲の泉健太も、令和臨調の集会にいたそうであります。そしてそこでですね、なんとですね、自民にだけ寄付が集中、公平でない。この中にも自民に寄付している会社はたくさんあるでしょう。なんかますます寄付してもらえなくなりそうな憎まれ口叩いたそうであります。世論、子供がダメだこいつ。ドブに捨てた方がマシ。立憲に寄付するぐらいだったら、ドブに捨てた方がマシっていうことでしょうね。それが立憲共産党に対する世間の評価でしょ。企業が献金したくなる政策を打ち出したらいいんですよ。企業じゃなくて労働組合に面倒見てもらえば。そういえば民民はですね、原発動かしましょうよって言ってですね、自動車労連やら、電気労連やら、電気大量に使う企業から応援されてるみたいなんですけれども、民主党政権の時に円高放置して、国内産業に大打撃を与えておいて献金してもらえると思ってんの？まさかそんなずうずうしい考えは。わかんないな。そう考えてるかもしれないな。そのうち俺らに投票しない有権者は不公平とか言い出しそう。この板ですね、このスレッド、この話題のスレッド、パヨにとって非常に都合が悪いらしくて、嵐がすごかったです。有用な意見が5つに1つぐらいしか、一般人が書いたんだなっていう意見が5つに1つぐらいしかなくて、5つに4つはパヨのコピペ、嵐、すごかった。悔しかったのかな、随分な。企業は自民にですね、寄付して、労働者は立憲にって、住み分けが崩壊してんでしょうね、これね。連合傘下の労働組合専従だが、立憲には投票しないって人いっぱいいるしね。泣き落としで押し付けられて、いやいや自治労の幹部やってる地方公務員さんの方から定期的に有益な情報をいただいてますし、私も、もちろん立憲には投票しねえ、この方も大っ嫌い、うよってる方ですからね。初期の初期の段階からですね、 SDGs やばいっすよこれって教えてもらったしね、この方からは。立憲は岡田屋とか中日新聞とかの企業あるでしょ、そっちからもらえばいいじゃない。今からですね、選挙に負けたのはお前らが寄付してくれないから金がなかったと言って言い訳を準備してるんでしょうか、泉は。敗戦後にですね、有権者の程度が低かったせいとか言ってくれたら負け惜しみ完璧なんですけどね。あとは有権者に呆れられると。あとはですね、多数派の意見が正しいとは限らないとか、まあ上等で言いますよね。必ず選挙で負けるとこんなことをおざぎやがりますよね。パヨどもは。新聞とかね。帝国データバンク発表、4月の人手不足倒産は30件で過去最多。過去最多だそうであります。人手不足倒産って一体なんだよってね。世論、賃金が上げてないところが人手不足って言ってるだけ。まあね、それに見合う、賃金出しますよって言ってるとこは、じゃあ勤めますっつって来てくれるからね。倒産しても賃金を上げたくない経営者の根性に感服する。皮肉ですよ、もちろん。本来もっと早く潰れるべき会社が延命させてもらっていただけだろ。自業自得っす。コストコが、たかが時給1500円で求人出しただけで、地域経済が壊れるって言うてる地獄。それなのに、非正規ばっかっておかしいだろ。大卒を欲しがるくせに、社員には子供を大学に行かせるだけの給料を払わない、クズ企業ばかり。全くだよね。こういう企業って、その社員さんの人生泥棒してるって思うんですけど、どう思われます皆さん。日本の平均年齢が48歳で、
人口の3分の1が65歳以上って地味にやばい。4割なっちゃったって聞いたけどな、この前。65歳以上が。4割いたら、高齢者は、いたわらないとっていうふうになかなかならないですよね。あと、今の60代元気だもんな。即戦力になるぐらい優秀で、白球でも文句言わない人手が不足と。私の肺がん摘出手術は8時間かかりまして、執刀医の、先生は超ハードだったろうなーって思うんですけど、まあ感謝してます。しております。けれども、外科医はもらうものもらってっからブラックとは言われないし、希望者も山ほどいますよね。仕事はあるのに、それこなす人が不足で倒産ってどういうことなのって思ったんですけれども、定年退職や、有資格者の退職、有能営業マンの退職による従業員退職型倒産が目立っただそうであります。定年退職なんかはね、前もって分かってっから補充できなかったんだろうな。募集の賃金削りやがってね。あと有資格者の退職、これも前々から分かってたはず。それともいきなりやめたのかな。やめますもう。やったらねえってね。早い話が待遇悪くて有能に見限られたと。ざまだなこれな。これね、どんどん嫌だったら転職した方がいいっすよ。嫌な会社いねえでさ。そしたら労働組合の存在価値、存在意義も、低くなってって、私にとっては嬉しいんですけどもね。それと後継者が見つからなくての解散、会社をそもそも解散しちゃうっていうのも増えてるみたいですね。倒産じゃなくて解散ね。個人経営の飲食店や床屋さんとか、団塊世代の引退で大量閉店中であります。今、この中にはまあ会社にしてるとこもあるでしょうね、多分。70代と思われる夫婦経営のとんかつ屋さんとかありますもんね。寿司屋さんとか。つい最近ですね、荻窪のジャシューモンっていう68年間営業してるっていう、すごいなぁ、68年間営業、っていう喫茶店に偶然飛び込みで入ったんですけれども、そこがすごかったです。何がすごい、すごいんだ、とにかくすごいんだ。コーヒー運んでもらうのにあんなにハラハラしたことは初めてであります。気になる方は荻窪ジャシューモンで検索してみてください。日本政府、自民党ではない、未成年の性被害対策のため、学校や幼稚園などが雇用希望者の性犯罪歴を知ることができるシステムを構築する方針だそうであります。早期の法案提出を目指すだって。英国のディスクロージャー&バーリングサービス制度を参考にしたものだそうで、まあ日本が世界初ではないっていう、世論、なんで性犯罪だけ、詐欺や障害や全部やれ、再犯率が他と比べて異常に高いからこれはしゃあないな。性犯罪と認定雇用者に限って警察の前科前歴データベースを見れるようにすればいいだけでは、それだけでは天下りだったり作れないですね。前科前歴データベースは警察官でも私的で見たら懲罰だし、気軽に閲覧できるもんではないぞ。へえ、そうなんだ。通名で名前変えちゃった場合はどうすんの。自民党ではなく省庁が言い出したそうだから、天下り団体創設の匂いがするね。性犯罪は再犯率高いし、親もそういう人に子供預けたくないだろうし、まあしゃあないですよねこれ。秀逸だと思った投稿なんですけど、もうマイナンバーに記録しとけってね。採用希望者の応募してきた人のマイナカード読み取りで犯罪歴が全部見れるようにするのかな。中央にですね、新規に巨大なデータベース構築するよりは、まあ手軽じゃないかな。まあそれだと天下り団体作れませんけどね。採用するかどうかは雇用者が決めればいいことですよね。全部の前科、ババッと知ってるもね。窃盗前科がある人は倉庫とか商店では雇いたくないだろうし、逆にですね、男しかいない職場、工事現場であるとか、まあ、倉庫とかね、そういうところなら性犯罪前科があっても、まあ、いいわけだしね。これ、ゲイの、性犯罪は当然覗きますよ。そんなのね、男しかいない職場で、
ゲイの、あの性犯罪歴がある人は、まあね、誘惑の多い職場でしょうから、サドルにぶっかけるような前科者は共産党以外は雇いたくないわけですしね。互換したやつは、あの片玉切除したらどうかな、私前々からそう思ってるんですけど、そんでも再犯したらですね、残りを直近ってね、それでだいぶ減るんじゃないのかな。一個切ったらだいぶ性欲、あの半減すんじゃねえかな、思ってるんですけどね。再犯率下がるね、何せ、こういうのって、外国人が日本人女性を強姦した場合ですね、侵略とみなして死刑がいいですね。これ死刑にすれば再犯率ゼロになりますから、とってもいいと思います。そういえば8月15日靖国神社正殿参拝、懇親会メール党員さんは限定ですけれども、行います。ご応募の方メールからメールご覧になってご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。